トマトが嫌いな人がいるのが、まあ、わからない、理解できない、美味しいのになっていう、まあ、声っていう感想をいただいたんで、それの俺なりの考えっていうか、どうして嫌いなのかっていうのを、まあ、お話ししたいなと思うんだけれども、まあ、結局ところさ、だいたいトマト、俺の場合でも苦手な人っていうのは、青臭いとか、まあ、そういうあの香りが嫌だという人がいるんだけれども、で、実のところ、俺ね、スーパーで買ったトマトっていうのは基本食わない、買わない。それは、あの農薬とか化学肥料を使ってるからではなくて、俺も味が良くないなと思うし、香りっていうか、うん、全然ね、俺が自分で育てたやつだったら食べます。その場で剥いですぐ食べたりとかね、それ値段がどうのこうのとかじゃなくて、やっぱり味が違うなっていうふうに思うのね。栽培方法の問題じゃなくて、まあ栽培方法の問題か、になるんだけども、出荷するトマト、まあ、っていうのはさ、結構青いうちに取る場合が多くて、ね、俺の父親サラリーマンっていうか公務員だったから、で、農家が周りいる場所に住んでたから、その友達がね、小学校の時、青いトマトを学校の先生に持ってきたのよ、あげるってね、それを青いじゃんってね、まだ青いじゃん、全然熟してないじゃんって言ったら、いやこれでいいんだよ、いいんだよってみんなに言われてさ、ええって思ったことがあって、で大人になって分かったんだけれども、出荷するトマトってのは結構青いうちに取っておいて、後で追熟っていう形で、なんでかっていうと、その輸送する間に傷んじゃうと、要するにトマトの幹に、木じゃないんだけども、まあ、木に、トマトの木に、木じゃないけどもね、実をつけて完熟させてから出荷すると傷みやすくて、まあ、早く悪くなってぐちぐちになって、皆さんの手元に届く頃までには、まあ、持たないということで、青いうちに取って、輸送中に追熟っていう形になって、みんなのところでちょうど赤くなるっていう感じだっていうのを聞きました。で、まあ、それは、まあ、それはそれで確かに赤い色ついて、まあ、トマトの形はしてるし、赤い、わかる。赤いんで、後で赤くなったのはわかるんだけれども、ね、木から燃えてしまうと、木から来る光合成した、根から吸い上げた栄養を、実に蓄えての栄養じゃないじゃん。もうそこでストップして、まだ成長途中なのに、完熟していないのにとって、そこにあるもので、たらたら追熟させて、要は、その燃えてしまって栄養供給の管、まあ、まあ胃管束だっけかとか俺習ったけどもさ、ね、ほら、水分とか栄養とか送る管、植物の中のあれが切れてしまって、あ、大変だと。この中にいるトマトの種を、子孫を残さなければいけないっていうことで、急いで赤くなっていると。まあ確かに赤くはなってるんだけれども、完熟はしていないと。いうのが、その完熟していないっていうところに味が乗らないっていう原因があるんだと思うんだよね、うん、だから一度でトマトが苦手だっていう人、まあ、本当にトマトが嫌いだっていう人もいるし、トマトが食べられないっていう人もいるけれども、一度ね、あの自分で栽培してなった状態で完熟したのを食べてみてほしいのなって思うのね。だからそういう子供がそれで困ってたら、あ、その例えば皆さんの子供がね、孫でもいいよ、なんかあのトマト食べられない嫌だっていう時は、自分でおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんがプランターでもいいし、化学肥料使ってもいいし、農薬使ってもいいし、で栽培して、で樹上完熟させてから食べさせてみてあげてほしいの。それで食べられなかったら、その子は本当にトマトが食べられない子なんだから、それはしゃあないんだけども、そしたらあれ、このトマト食べられるっていうパターンもあると思うんだよね。そういう違いなんじゃないかなと。まあ、もっといけば、やっぱり、その、化学肥料を使わない栽培をして、したものを樹上完熟、ね、慣らしたまんま完熟させたのを食べさせてみてあげてほしいなと。多分それで、ね、未熟なまま、ね、収穫してるわけだから、その青臭さが残ってる、青臭さっていうか、本当に完熟していないわけだから、ね、スーパーで売ってるトマトっていうのは赤くはなってるけれども、追熟したものであって完熟したものではなくて、うん、あとあの完熟したトマトを食べてみてもらえれば、分かると思うんだけども、スーパーのトマトは大体味気ないし、俺もなんか別にいらないよ、そんな金出して食うもんじゃねえっては思って
る。それは別に栽培方法バカにしてるとかじゃなくて、俺がただ単に美味しいと思わないからそう言ってるの。自分トマトは自分で育てたものを食べると、ただそれだけ。それ以上でも以下でもないんだけども、そういう違いがあると思うのね。だからトマトを食べてくれないお子さんがいる、困ったっていう人がいる場合は、自分で栽培をしてみて樹上を完熟させたのを食べさせてみてほしい。そしたら食べれるっていう人も出てくるとは思うんで、今まで食べてたトマトは何だろうってなっちゃうかもしれないし、でいう同じような経験が俺の野菜を食べた人で、結構いるのさ。まあトマトに限らず、ジャガイモでも、ジャガイモ食べてさ、まあ一応は野菜ソムリエサミットっていう品評会で一番の金賞取ったりしてるんで、70年生きてきてこう美味しいジャガイモ食べたことないとか、ジャガイモ嫌いだった人が俺のジャガイモ食ったら食べられた。まあそれなんでかっていうと、ジャガイモも茎がね、完全に枯れてから完熟させてから収穫してるのさ。青いうちに取ればまだまだ成長できる、まだまだでんぷんを貯められるのに、それをいろんな人間の都合で取ってしまってるから味が乗らないだと俺は思ってて、で完熟させて収穫っていうのを進めてるんだけども、俺もやってるし、人に美味しくしたいんだったらそうすればいいよっていうふうにお勧めしてるんだけども、そういう違いが出てるんだろうなっていう感じで、それがやっぱり品評会の金賞に結びついたっていう一つの要因だと思うし、人参もね、俺は取れるのは果樹してが大きくなってからとかじゃなくて、その一回寒さにちょこっと当たってから、秋の冷えが来てから取るっていう風にして、結構長めに栽培期間は取るんだよね、一般的なやつよりもはね。だから熟すのかな、うん。まあちょっと人参はちょっと専門外だけども、それも人参食えない人が、わこの人参食えるってね、あのボクシングの合宿だからなんか人参提供したんだよね。その時にそれ食べたらさ、その俺の人参は食べられると、その辺の人参は食べられなかった子が人なのかな、が俺の人参は食べれるっていう風に喋ってたよっていうのは聞いたから、だからやっぱりその収穫のタイミングで、栽培方法もあるけれどもさ、化学肥料とか農薬とか土作りとかいろいろそういうのもあるけれども、その収穫のタイミング、熟したタイミングを逃さず取ったものっていうのは美味しいんだよね。美味しいんだよねっていうか、やっぱ違うなと俺は思ってるから、そのトマト苦手な人の気持ちがわからないっていうんじゃなくて、そういう収穫のタイミング、トマトが青いうちに取って流通の間で運んで、トラックで運んだりスーパーに並ぶまで、人が手に取るまでに赤くなるように、青いものが赤くなるように追熟してるんだっていう事情もね、あるんで、完熟したものをあえてで出荷してるっていう人もいるけれども、基本はやっぱ青いうちに取ってるし、見てればねわかるんだけどもさ、やっぱトマト農家のところの経営者のお店とか見たら、青いトマト置いてて、それを置いて追熟させてから販売してたんで、やっぱ青いうちに取るっていうのがまあ常識なんだろうなと思うんで、そうじゃなくて、まあそうじゃないトマト、完熟したトマトを手に入れる買うっていうのはなかなか難しいところがあるんで、加工品だったら完熟させてるかもしれないけれども、自分で栽培して、樹上完熟をさせて、それを食べさせてみてほしいなと、子供さんだったらね。まあ別に大人が嫌いだっつうんだったら、まあほっとけばいいし、子供でもしそれをやってみようかなと思うんだったら、まあ大人でもいいんだけども、それをやってみてほしいなと思います。それで食べられなかったらもうそれはトマトが合わない人だから諦めて、でもそれで食べれるようになる人いると思うんで、まあそういうトマトの出荷の都合、流通の都合、販売する側の都合っていうものがあることを頭に置いて、で自分で栽培して、自分でもスーパーのものと、自分が栽培したものとを食べ比べてみるっていうことをちょっとやってみてほしいなって思います。それで食べれるようになって、トマトの美味しさをね理解して、トマトファンが増えれば、それはまた嬉しいことだからね、ぜひね、その完熟トマト樹上でならせたまんま完熟させるっていうことを、やってみてほしいなって、本当美味しいから、やってみてほしいと思います。トマト嫌いの子供が少なくなることを俺も願ってるんで、大人もね、子供だけじゃなくて、言いたかった子供だけじゃなくて、大人もトマト嫌いが少なくなることを願ってますんで、その樹上完熟っていうことをやってみてほしいなと思います。